はい、のみなさん、こんにちは、のです。今回はですね、ちょっと面白いリクエストがですね、コメント欄の方で、来ていたので、早速、紹介していきたいと思います。ちょっと風邪ひいてるので喉の調子が悪くて、多分いつもと声、がですね、聞こえる声が、違うかもしれませんが、ね、そこだけご了承ください。で、まずはですね、どのような、リクエストの内容かというとですね、コモンだけでデッキを作ってほしいという内容でしたかね、確か。つまりですね、コモンだけということで、プロモや、定例等デッキでおなじみのプロモーションカードや、SRCP、レアカードもですね、含めて、多分、全部、抜きにして、一番下であるレアリティの、コモンですね。星1ですね。こちらの、星1の、カードですね。コモンカードだけを使ったデッキを紹介してほしいという、ちょっと自分今までは定例とデッキというのはですね、たびたびやってきたんですが、コモンだけのデッキっていうのは初めてですね。では早速ちょっと作ってみた感じ、こちらのゴッドミッション8段コモンのチャオズですね、一番手っ取り早いかなと思ってね、これにしてみました。破壊王子ベジータのコモンがありますよね、強力な。逆境を超える力と冷酷な一撃でしたっけ、あちらも、いいと思ったんですけど、あれはですね、逆境を超える力と合わせないと強くないっていう言い方は良くないかな。使いづらいんですよね。でも逆境を超える力となるとですね、プロモや SRCP がやたらと多くて、ちょっとデッキ不可能だったので、今回はこちらの巧妙な一撃のチャオツですね。おなじみの、あれですね。カティさんとかネクストさんがもうすでにね、動画を出されていると、思いますが、プレイ動画ですね。例のチャオズ、これを主体にしたデッキをちょっと考えてみました。1ラウンド目の、まずバトル開始時かな。1ラウンド目開始時ですね。こちらのサイボーグタオパイパイ、がですね、これはちょっとおまけ感あるんですけど、最後のね、この4枚は決まってたんですけど、最後の1枚だけちょっと悩んだ結果、ちょっとね、メンバー的にもいいかなと思って、鶴仙流がね、4人ということでね、1人だけ亀仙流になっちゃったんですけど、サイボーグタオパイパイが、いましたのでね。これも今回の顧問なのでね、入手はしやすいかなと思います。で、前ラウンド開始時ですね、必殺技で与えるダメージが、1000ずつアップしていくというものですね。こちらがまず、1ラウンド目の開始時に自分の必殺技ダメージが1000固定アップですね。押してくれると、おっとっと。でですね、鶴仙人がですね、こちらがバトル開始時の方ですね。必殺技ドドンパを持っている仲間の必殺技ダメージプラス300、さらに必殺技で、与える記録ダメージが、3倍になる永続という鶴仙流の心得ですね。これの対象になるのが天津飯チャオズ、そして鶴仙人、自分にも効果があるのかな。こちらの3人がですね、必殺技の、ダメージがね、少なからず、300アップ、固定で300アップ、さらに与える気力ダメージがね、3倍になるという、恩恵ですね。バトル開始時から受けることができます。でですね、あとはラウンド1で開始時に、発動するものはないですね。で、天津飯のマフーバなんですけど、これだけは、敵がですね、マジュニアや、タンバリンがいない限りは、無視でいいのかな、これは。そうですね。なので、天使派のアビリティはちょっと、今回無視でいいかなと思います。敵をね、ピッコロダイマオとか、マジニアとかにすればいいんですけど。で、バトル1じゃない、ラウンド1はですね、自分チームの、誰でもいいかな。天使派とヤムチャはね、ちょっと気絶しちゃうんで、バサカなんでね、ヒーロータイプのこちらの3人の、誰かしらをですね、戦闘力1000以内に置いて作戦決定で、大丈夫です。でですね、ラウンド1は、これで終了ですね。で、ラウンド2。ここが勝負ラウンドですね。自分チーム全員をですね、出せる限りアタッカーにして、戦闘力3000エリアとかに配置して作戦決定です。で、この時点で、ロックオンがですね、作戦決定後ですかね、ロックオンが、発動するんですが、一気に3連発ですね。まずはじゃあ今回のチャオズのロックオンの効果がですね、巧妙な一撃ですね。ロックオンの効果がですね、1.2 倍のダメージを与えるというものなんですが、自分よりも、パワーの低い敵を攻撃すると、効果がアップするという、効果ですね。この、
まあ、効果がアップするっていうのが明確に書いていないんですが、実は4倍です。なんとね、必殺技じゃねえや、6コンで与えるダメージが4倍に膨れ上がるという。で、まあ、自分のパワーが1000でですね、まあ、自分よりもパワーの低い敵なんて、まあ、早々にいないと、まあ、思います。そこをですね、まあ、こちらのヤムチャですね、ヤムチャがですね、無力化攻撃ですね、ヤムチャと天津飯はゴッドミッション4段のコボンですね。無力化攻撃は、そのロックオンした敵を攻撃し、その敵のパワーを1にするという。なので、この時点でですね、まあ、チャオズが、まあ、パワー1000しかないんですけど、ヤムチャで、その敵のパワーを1にしてしまえばですね、これでその敵のパワーが1になったことによって、チャオズの方がね、パワーが高くなるという。で、さらにダメージをアップさせるための天津飯の防御無視の一撃ですね。ロックオン効果が、その敵のガードを1にするという、効果となっております。まあ、こちらの3連発をですね、同じ敵にロックオンして、あとは、まあ、チャオズの一撃を決めるだけっていう感じの戦法ですかね。で、アサルトスカウターをですね、お持ちの方はなおさら、まあ、よしって感じですかね。4倍にそのアサルトスカウターの 1.3 倍をかけるとですね、まあ、5倍ぐらいのダメージ、になるので、まあ、元のダメージがね、まあ、敵ガード1なんで、まあ、3000ぐらいだとして、それが、5倍になったらね、まあ、1万5000ぐらいかな、まあ、パーフェクトで、チャージインパクトパーフェクト取るとね、また、プラス 20% されて 1.2 倍ということで、まあ、それなりに、まあ、1万6、7000ぐらいですかね、パーフェクトで。まあ、出せるかなとは思います。なので、まあ、その、超ボスとかはですね、まあ、超ボスまでだったら、まだいいかな、ゴッドボス での使用はちょっと、まあ、NG かな。あのヒットポイントがですね、ゴッドボスはヒットポイントがめちゃくちゃ、高くて、まあ、チャージインパクトとかもうまいんでね、まあ、お遊び感覚で、まあ、超ボスとか、まあ、そこら辺のあんまり強くない、ミッションかなに、まあ、挑戦していただくと、まあ、いいかなと、面白いかなと思います。で、チャオズの必殺技のダメージがね、プラス300で、さらに、気力ダメージもね、3倍になってるんで、まあ、気絶する敵だったら気絶して、まあそこにね、さらにロックオンしてるんでね、その、まあ天津飯だったり、ヤムチャだったりの、攻撃が炸裂して、まあまたその気絶ダメージ2倍のボーナスね、まあ得つつ、攻撃したりとか、そういうこともできますかね。で、まあ敵のヒットポイントがやたらと、まあ多いステージだったら、そうですね、まあ、3万ぐらいだったらなんとかなるかな。サイボーグタオパイパイがですね、先ほど言ったエネルギーチャージでですね、ラウンド2の開始時にまた、必殺技で与えるダメージが1000アップ、しているということで、まあ、2000ダメージですね、これで。で、ちょっと言い忘れましたがね、記録カプセルがありますので、まあ、この記録カプセルは敵エリアでいいですかね。まあ、気絶も狙えるんでね、まあ、敵エリアでいいかなと思います。で、まあ、使用するバッジはですね、そうですね。まあ、特には考えてないんですけど、ラウンド2で、まあ、戦闘力を上げるバッジがいいかな。まあ、先行を取りたいんでね、なるべく。ラウンド2で、戦闘力を、上げるバッジ、もしくは、ラウンド2の敵の戦闘力をダウンさせるバッジっていう、感じです。まあ、敵が気絶するステージだったらね、まあ、なかなか面白い、戦いになるかなと思います。で、この鶴仙人がね、何気に、痛恨の一撃でね、気力ダメージをね、まあ、超アップできるというバーストのおまけも持ってますのでね。自分のアビリティでね、さらに気力ダメージ与える気力ダメージの量がね、3倍になってるんで、まあ、鶴仙人でも気絶狙えますし、まあ、なかなか、まあ、コモンデッキにしては面白いのができたかなと、思います。で、ダンの方がですね、サイボーグタオパイパイ、鶴仙人チャオズがゴッドミッション8ナノコモンですね。で、先ほど言った天津飯ヤムチャはゴッドミッション4ナノものとなっております。と、まあ、コモンだけで作ったデッキは、まあ、自分が考える限りこのような感じになりました。それではですね、この辺りで失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。